キッチンの周りはね、こんな感じですね。でこれおっさん三種の神器だから。でこの三種の神器のこれすべてね、これリサイクルショップで買ってきたから、冷蔵庫1個2000円。にゃーい、ということでやってまいりました。大人も子供もない様、ごきげんよう、グオールだ。はい、ということで在任地までの1日がスタートいたしましたということですね。世間にはいろいろなおしゃれな部屋の作り方というものが存在いたします。動画で語っている人がたくさんいるでしょう。ただね、汚い部屋の作り方というのを皆さんに教えてる動画ありますか？ないでしょう。汚い実況者がそれを皆さんにお伝えするしかないんですね。なので今回は汚い部屋の作り方みんなに伝授しますよ。ぜひとも見ていってくださいということですね。パニーの島にやってまいりました。まずですね、壁紙の方からいきましょうか。壁紙ね、まあ、いろいろと切ったねもあるんですよ。でここでね、廃墟の壁を使ってしまう、これはダメ、これ生活感なさすぎるから。まずね、このボロい土壁っていうのはあり、ただこれはちょっとやりすぎかなと俺は思ってんだよ。ここまで汚ねえのはもうゴミ屋敷だから。ピンクペイントっていうの壁、これね結構綺麗に見えるでしょ。汚ねえから、あーこれ汚ねえっす。でちょっとなんか色がくすんでるでしょ。これはかなり汚いと高いよ。俺が今回おすすめするのはやはりあボロい壁紙だな。あボロい壁紙はなかなかいいよ。これ超汚ねえでしょ。もう染みついてるの分かる。これ染みついてるのがこれがねまたいいんだよ。これはもうなんか染み込んできちゃったんだろうな、雨水がな。じゃあこういうモダンな障子も悪くないよ。上の方壁見てみ、汚ねえでしょ。ヤニでね汚れてっから、ヤニで黄色くなってっから。だから今回はねこのボロい壁紙使っておこうかな。で次ね、床ですよ。やっぱねなんだかんだ畳が一番いい。日本の和の心とかもうどうでもいいんだよ。今日はいくら家賃を抑えられるかの勝負だから。で次床なんだが、まあ俺ラグねそんな持ってないんだけど、やっぱねこれだよ、ビニールシート、まあ、これは100均で買えるから、おっさんがとりあえず下なんか敷いとこうかなみたいな感じになったら100均で揃えるんだから。でいよいよね家具を配置していくんだが、まあ俺もねとりあえず手持ちのものっていうのは限られてくるんで、まあこの中で説明するけど、今回まずはな布団だよ。やっぱ寝床が重要だから、これ安い布団な、これ布団で、この布団をねどこの位置にやるかっていう話なんでございますけども、ど真ん中、おっさんは基本的にここからあまり動かないから、おっさんはここの周囲に必要なものを完結させたいんだよな。まずね雑誌ですよ。おっさんは寝る前に雑誌読むんだから、ここでね。でこんなおしゃれなやつ読まないよ。こんな車だよ、うん、車の雑誌読むから。これはさ車欲しいんだから、おっさんって。でもうボックスティッシュ、これはもう完璧、うん、でこれねやっぱ母のティッシュケースってのもあるんだが、おっさんティッシュケース使わねえから、もうこのまま買ったままむき出しのまま、これはもう横、完全にもう寝るとこの横。でもこれ散らばった紙な、うん、これはもう完全だよ。ここでまあ、こうやってな、ティッシュでまあな使うだろう。とりあえずちょっと周りをね今作ったんですけども、まあこんな感じでな、雑誌の横にはもうこのダルのこれわかる、コーヒーマグカップ。これなんでダルのコーヒーマグカップを使ってるか、そうこれもらってるから、タダでもらってるものを使い回してから。ちなみに洗ってねえからなこれは。まあ、このベルリーナもこれ100均で買ったやつだから、100均でな。とりあえずおっさんもそれはおやつ好きだよ、おっさんあって甘いもん食べるよ。で、あとここな、もうやっぱランプ、うん、これでやっぱおっさんもねすぐに手元で、ね、明るさこうやって調整できるから、あのリモコンとかないから電気で。で次ね、まあ、テーブルなんですけど、おしゃれなテーブルは使いません、おっさんは。これっす、こたつね。でも機能性求めてるから、おっさんは何でもかんでも基本的にはあんま使わないからな、机とかおっさんは。でこれも色変えときましょうか、この辺だろ、リサイクルショップで安かったの買ったんだからおっさんは。でね、机の上はね、こんな感じにしました。ね、あそこに薬があるんだけど、あれはまあお医者さんでもらったね、薬。ね、ほんとは飲まなきゃいけないんだけど、おっさん飲まないから。ね、最初の3日ぐらい飲んで、あと残っちゃってるから。で、あそこの、まあ、チケット、あれはね、請求書。ね、支払い済みの請求書とか、そのままね、ポンと置いちゃったりとかね。であとこれ空き缶な。これはまあ前に酒飲んだでしょ。数年前の話だ。で、ここのね、まあこのかぼちゃの苗なんだけど、これはね、おっさんもね、植物を吸わせたい時期があった。あったんだけど、もうダメだ。育てられなかったから、もう枯れてね。まあこの辺に近くにゴミ袋とか置いたんだけど、もうじゃキノコとか生えちゃってるから、これはもうこれは植物だよ。おっさんキノコ育ててんだから、勝手に生えてきちゃってるからな。で次な、まあこの入り口入ってきて、まあこの辺ねキッチンが欲しいんだよ。おっさんの家でそれはキッチンはついてるから、ただね風呂なし、風呂なしトイレなしだよ。そりゃそうだよね、安さ追求してんだから。でね、キッチンの周りはねこんな感じですね。でこれおっさん三種の神器だから、おっさんこのミニ冷蔵庫でいいからね、
これ基本的にビールしか入ってないから、この中に。で、この三種の神器の、これすべてね、これリサイクルショップで買ってきたから、冷蔵庫1個2000円。電子レンジ、これは確実必要。コンビニで買ってきたつまみとか、これね、チンできないと食べたからな。で、この扇風機に関しては、夏は稼働するよ。で、基本的に夏以外稼働しないから、もちろん背を向けてるからね。で、この調味料、これ重要だから。これおっさん味変すっから。で、おっさんグルメなんだから、おっさんは。何でもかんでもソースとかつけときゃうまくなるみたいな。おっさんの生命線だから、これは。まあ、おっさん自炊しないんで。だからそのコンロの上とかにゴミとか乗せちゃう。手洗うぐらいだから、おっさん基本的にやるのは。手もそんな洗わないけどな。で、次ね、まあ、こういう余ったスペースにもね、まあ、ちょっといろいろと置いて、まあ、おっさんの悲壮感が漂うような、ちょっと汚いね、ものを置いていきましょう。いや、いかがでしょうか。いろんなおっさんのストーリー、おっさんの人生が詰め込まれたこの汚ねえ部屋。じゃ、まずね、こちらの方から見ていただきましょうか。おっさんは車の雑誌を読んでおりました。ということでね、おっさんの車好きをさらに深掘りするために、ここにね、この汚れた汚ねえタイヤを置いておきます。そしてね、あそこにバーベルが置いてあるんですが、おっさんも昔はね、体を鍛えようとしていた時期があった。だがやめてしまった。で、まあ、こうゴミ箱があるんですけど、ゴミ箱ね、もう使ってないっす。なので、その辺適当にね、ほっぽってあるんで、まあ、ゴミ袋だけがね、これどん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 積み重なってしまうと。で、ゴキブリ、これも必須です。ね、おっさんの部屋にゴキブリは必須。もうおっさんのペットですから。そしてね、入り口にはね、このウェルカムのマット。ね、おっさんもね、まあ、かつてはね、ウェルカムする気持ちがあった。だがね、もう今じゃグッバイです。カボチャも置かせていただきました。で、このカボチャかなり重要なんですよ。で、このカボチャは何かっていうと、おっさんがね、会社の人からもらったんですね。で、おっさん断れなかったから、会社の人から。で、まあ、こちらの方ね、見ていただきましょう。ね、こちらにもね、まあ、ゴキブリはいるんですけども、まあ、ギターとかね、これでもうちょっと背にして置いてある。もう、おっさんもやってないっす。もう弾いてないっす。知り合いの会社の人にもらったんですけど、もう使ってないっす。で、そこにあるスロット、これもね、会社の人にもらいました。ね、おっさんもやっぱスロット大好きですから。ね、パチスロ家でやるためにもらったんですけど、もう使ってないと。で、かつてはね、まあ、表彰されてたんですよ。おっさんもね、もう釣りが趣味なんで、かつてはなんか大会で表彰されて、あんなね、金の魚のね、盾とかもらっちゃって、で、それを今でも飾ってるっていう。で、ここね、鏡が置いてあるじゃないですか。おしゃれな鏡。皆さんね、ちょっとね、おっさんのこと舐めすぎ。ね、おっさん身だしなみ気にします。ね、ヒゲとか剃ったりするから。まあ、これもね、リサイクルショップで購入しました。安かったからね、500円ぐらいでね、ジャンクで売ってたんで。で、これをとりあえず買ったと。っていう感じでいかがでしょうか。これがね、僕が作った一人暮らしの汚ねえおっさんの部屋でございます。この汚い部屋を作るにあたって一番重要なのが、やっぱりこの生活をしているっていうのが重要なんだよね。この部屋には確実に誰かが生活しているんです。なので、この人の生活がどういう感じに生活をされているか、これおしゃれな部屋にも応用できるから、やっぱね、綺麗なもの、おしゃれなものばっか置いてても、そこに生活感がなかったらリアルさっていうのは薄れてしまうんで、やはりリアルにするためには、その人がね、確実に生活できるようなスペースっていうのは確保してあげると。で、こう言って、おっさんもここで手洗うだろうな、だったりとか、おっさん基本的にここ寝てるんだろうな、とか、そういうところを考えながら、まあ、こうやって部屋を作ると、なかなかリアルな、ね、部屋っていうのは作れんじゃないかな。おしゃれでも汚ねえでも何でもいいんですけど、で、今回はね、このような汚い部屋を作らせていただきましたと。皆さんもね、ぜひともこのような汚い部屋ね、まあ、作る可能性はね、なきにしもあらずなんで、まあ参考にしてみてはいかがでしょうか。まあ誰も作んねえと思うけどね、俺はね。今日も動画を見てくれてマジでありがとう。みんなのおかげでね、幸せな一日を過ごせました。今後もね、面白い動画バンバン作っていくんで、ぜひともね、チャンネル登録、高評価、そしてね、過去の動画も見てください。ということで、コーラでした。またね。よし。